始まりました。リューネッツゲーム TV、 ゲーム大好き沼尻です。作曲家のライトです。はい、今週はメルティブラッドの最新作メルティブラッドタイプルミナをプレイしていきます。プレイヤーは前回の対戦で勝利したソラさんです。ソラです。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてその対戦相手が、はい、ザ・ウェブゲーミング所属のケイタです。今回も勝ちに来ました。よろしくお願いします。はい、だいぶ気合が入っているようですけれども、ライトさん、このカードどう思いますか？そうですね、このケイタさんの気合の入りっぷりに注目したいかなと思います。さあ、そのね、気合がプレイに現れるのか空回りするのか、それでは準備をお願いします。さあ、対戦が始まりました。まず画面左手、アキハがソラさん、そしてケイタさんがヒスイ&コハク、ヒスコハと呼ばれているキャラクターですね。はい、はい、うまく2体を使いこなしてくるのか。一方、前回勝利しているソラさん、体力は今2人ともほぼ互角か。シールドで取って反撃します。そうですね、残りわずかですよ。さあ、しかし反撃に出る、コンボがつながっていく。いいですね、終盤の攻防。お互いに一瞬見合ったか。最後、まずとどめを刺したのはソラさんです。さあ、ケイタさん追い込まれました。あと一つ勝つとソラさんの勝利となります。空中にいることが多いんですけど、はい、空中にいてもこの1回触られると、こうそこからバットコンボで持って帰ったりするので。さあ、ややピンチかと思われ、ややピンチじゃないですかこれ。ケイタさん大丈夫かな。立場が逆になりました。しっかり画面端に追い込んで。そうですね、残りお互いわずか。ここは防いだ。再びかけていきました。取り返していったのはケイタさん。さあ、一つずつ取りました。ソラさん対ケイタさん、第3ラウンド勝った方が勝利となります。アキハの方がもう攻めが止まらないですね、うん、こうどこで隙をついて、はい、こう切り返していくかですね。少し防御で防ぎながら、おっとミスったという攻撃だぞ。さあ、ここでコンボが来る。ここで一気にどこまで体力を削ることができるか。お、すごいいい投げですね。そうですね、まだ逃さない。一気に削っていく。さあ、沖縄の守護神が勝つのか、それともソラさんが勝つのか。勝ったのはソラさんでした。沖縄の守護神敗れる。ソラさん、いかがだったでしょうか。もう一瞬一瞬、目を離せないような、見ていても楽しいゲームができたと思うので、良かったです。ありがとうございました。はい、見応えのある試合でした。そしてケイタさん、いや、ほんと悔しいです。いや、でも今持てるものは全て出したと思うので、まあ、本当に今後も精進したいと思います。ということで、勝ったのは今回はソラさんでした。リューネッツゲーム TV、 また次回お楽しみに。熱くなろうリューネッツゲーム TV。